お待たせしました。福岡ソフトバンクホークス対バッターは2番に入っている山田。エラーでランナーを出しています。マウンド上のピッチャーは菅。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。まあここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。2球目は何で来るか。ファウルになります。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択して。いい当たり、坂本アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー三塁となりました。そして打席にはロペスが入ります。ここは気の抜けないバッターが進みますね。さあ得点圏には同点のランナー、まあ、ここはしっかりリードが守れるように自分のピッチングをしてほしいですね。なるほど、そうですよね。外の球打った、切れました、ファウル。フェアならば同点かというところでした。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点。レフト前ヒット、ホークスさらにピンチになりました。さてバッテリーはどう攻めてくるでしょうか。小宮山さん、まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、そうですか。狙いは良かったと思いますね。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り、試合終了。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を。